今日はね、クリル。日本で一番安いんじゃないですかね。佐野さんですけどね、また。それと、何回買うねんいうぐらいの、セパレートのゴム。ここのゴムの、なんていうの、よう考えたら、この吸盤だけ欲しいんですけどね。この黒いとかだけ残るんですよ、いっぱい。ほんでね、最近、特に思うのがね、買ってるのが安いからかな、電子水温計っていうのダメですよね。なんかかなり誤差ありますよ。もうあかんのかな。で、1個潰れたしね、僕はもうこれ愛用してます、最近。普通の水温計、水銀のやつね。これが一番ですよ、皆さん。これが一番。はい。これ2つ買いました。はい。もう、あれやめます。普通のね、電子のやつはやめます。もうこっちでいいです。こっちの方が絶対いいです。ちょっと水入れ替えたりするときにあるでしょ、金魚とかの時も。これの方が測りやすいですね、なんか知らんけど、今日はね、ツイッターで皆さん見たと思うんですけどね、どこの、トロピカルフィッシュさんさんとかね、あと皆さんがリツイートしてはったけど、僕も見たけども、そのちょっと珍しいね、お魚さんを今日はそれだけ取って帰ります。ありがとうございます。この距離も見えへんからどんな顔でこのぐらい離れてああ、分かった、見えた見えた。めっちゃ可愛いですよ。はい。